皆さんこんにちは。アイズインワンダーランドのアリスです。ユキです。非常にクオリティの高い動画を無料で無制限に作れることで最近話題になっているステーブルビデオディフュージョンですが、皆さんはご存知でしょうか？噂ではランウェイのゲンツーに匹敵すると言われています。ランウェイのゲンツーはお試しはできますが、かなり値段の高いサブスクが必要なので使っている人はあまり多くないと思います。月々12ドルの課金で125秒しか動画が作成できません。高すぎます。ステーブルビデオディフュージョンはオープンソースの形で2023年11月21日頃にモデルや環境構築のプログラムが公開されました。いち早くメンバーの方限定で Google コラボを使った動画の作り方を公開しているのですが、今回はローカル環境の構築に成功しましたので、その方法を紹介します。まずインストール前の条件ですが、ステーブルディフュージョン WebUI がローカルの環境で動いていることが必要です。 Python や Git のインストールが必要ということですね。そうです。また最低でも 12GB の NVIDIA 製の VRAM が必要だと思います。必要なメモリーに関しては画像サイズなどをいろいろ調節できますので 12GB の VRAM で動かせるとは思います。最後にそのあたりの検証も行います。この動画では RTX4090 を使用しています。それでは早速始めていきましょう。まず必要なモデルをダウンロードしましょう。モデルには SVD と SVDXT、 またそれぞれにデコーダー付きのものがあり、全部で4種類のモデルがあります。普通のモデルと XT モデルの違いは、 XT は25フレームで学習されていて、普通のものは14フレームで学習されているという違いです。モデルは一つずつが 9.5GB というかなり大きなファイルですので、今回は SVDXT のみダウンロードしていきましょう。この動画の中では比較のために SVD と SVDXT デコーダーもインストールしています。サイトのリンクは概要欄です。次にいつものように新しいフォルダを作ります。私は C ドライブ直下にフォルダを作ります。名前は適当に決めておきます。全角文字は入れないでね。フォルダを開いてアドレスバーに CMD と入力してコマンドプロンプトを開きます。いつものやつですね。そしてスタビリティ AI の人が作ってくれた GitHub のレポジトリのジェネレイティブモデルズというページに入ります。リンクは概要欄です。コードのところからアドレスをコピーします。コマンドプロンプトに戻って Git クローン半角スペースの後にアドレスをコピーしてエンター。ファイルがクローンされます。作ったフォルダ内にジェネレイティブモデルズフォルダができていますね。ファイルを少し直さなければならないところがありますので直していきます。これは今後のアップデートで変わるかもしれません。まずスクリプツフォルダの中のデモフォルダの中のストリームリットヘルパーズPY ファイルを開きます。61行目のロー VRAM のところをフォールスからトゥルーに書き換えましょう。書き換えたらコントロールプラス S で保存。 Python のファイルを触るときは VS コードをインストールしておくと便利ですよ。次にビデオサンプリング PY ファイルをメインディレクトリに移動しますので、コントロールプラス X でカット。フォルダを移動してジェネレイティブモデルズフォルダに貼り付け、次にこのままジェネレイティブモデルズフォルダ内にチェックポイントという名前のフォルダを作ります。そしてそのフォルダの中にダウンロードした SVDXT ファイルを入れます。 SVDXT セーフテンサーズというファイルですね。はい、この 9GB の大きなファイルですね。次にリクワイアメンツフォルダの中のpt2.txt ファイルを開きます。このファイルには必要なライブラリーが記載してあります。この中のトリトンイコール 2.0 の行を消去します。 Windows 用のトリトンを後で別にインストールしますので消しておきましょう。変更したらコントロールプラス S で保存。ここからはコマンドプロンプトの作業になります。先ほど開いていたコマンドプロンプトは閉じて、ジェネレイティブモデルズフォルダからコマンドプロンプトを開きます。 Python-mbnb-bnb で仮想環境を構築します。
ビエンビスクリプツアクティベートで仮想環境を活性化します。次に Windows に対応したバージョンのトリトンをインストールします。このコマンドを入力してエンター。いつものようにコマンドは概要欄に載せてありますよ。デフォルトで入っている PyTorch が CUDA と連携していないので PyTorch を自分でインストールします。最新版のバージョン 2.1 ではなくてバージョン 2.0.1 が必要ですので、 PyTorch のホームページの下の方にあるプレビアスバージョンオブ PyTorch をクリック。バージョン 2.0.1 と CUDA 11.8 の組み合わせの PIP から始まるものをコピーしてコマンドプロンプトに貼り付けてエンター。少し待つとインストールされます。 PIP のアップグレードを忘れていました。おっと、コマンドを間違えましたね。 Python が抜けてますよ。書き直してエンター。先ほど書き換えたリクワイアメンツファイルの項目をインストールしていきます。 pip install -r requirements pt2 テキストでエンター。自動的にいろいろなライブラリーがインストールされます。あとはフォルダ内のパッケージをすべてインストールするために pip install. でエンター。これで準備が整いましたので起動コマンドを入力していきます。ストリームリットランビデオサンプリング .py と入力してエンター。ウェブ画面が開いてグラディオのページが表示されます。左側をウェブ画面にしておきますね。もしウェブ画面が開いていなければ http192 から始まる URL をコントロールを押しながらクリックするかコピーしてChrome のアドレスバーに貼り付けてウェブページを開いてください。初回起動は結構時間がかかるかもしれません。2回目からの起動はどうするのですか？2回目からの起動は、Generative Models フォルダからコマンドプロンプトを開いて、BNB、Scripts、Activate で仮想空間を活性化して、StreamLit LAN Video Sampling .py の起動コマンドを入力すれば良いですよ。しばらく待つとこのようなシンプルなウェブ画面が開きます。まずはモデルバージョンからモデルを選びましょう。 SVDXT を選択してロードモデル。あれ、エラーが出ましたね。エラーメッセージを見ると、あ、チェックポイントを入れるフォルダの名前がチェックポイントでしたね。最後の S を忘れていました。修正しておきます。そして再びロードモデルします。一度タブを外して再度チェック。このような画面になれば良いです。下にエラーメッセージが出ていますが、何らかの画像を挿入すればエラーは消えます。ではアニメーションを生成していきましょう。元の画像はこのドラゴンの画像を使っていきますね。ドラゴン好きやな。すでに尻尾が燃えていますね。はは、そうですね。ドラゴンさん動いてくれるでしょうか？翼を動かしてくれるといいですね。ドラッグ&ドロップファイルヒアと書いてある場所に画像を入れます。まずは全くのデフォルト状態で作っていきますね。サイズが 576×1024 で25フレームですね。 6fps なので約4秒のアニメーションです。使用するメモリーが分かるようにタスクマネージャーも出しておきましょうか。画面の下の方のサンプルの部分をクリックするとアニメーションが生成されます。では生成。早送りします。すぐにメモリーが 24GB までいきましたね。本当ですね。途中から共有メモリも使い始めました。どんどんメモリの使用が増えていって、マックスまでいっちゃいましたね。でもアウトオブメモリーにはならずに生成が継続していますね。 NVIDIA ドライバは共有メモリも使えるようにデフォルトの状態にしてあります。NVIDIA ドライバに関してはこの動画をチェックしてね。アウトオブメモリーにならないような仕組みがあるのでしょうか。これを見ると嫌になっちゃう人も多いと思いますが、後で設定を変えて VRAM の消費を減らしていきますね。おー、生成されました。生成には約5分かかりましたね。アニメーションはどうでしょうか？あー、羽と尻尾は動かしましたが、羽は変形が強かったですね。炎や煙は動かすのが得意そうですね。その他の部分が微動だにしないところが独特ですよね。まだサンプルですからしょうがないですね。
でもアニメイトジフなどの動きとは全然違って面白いですね。ちなみに生成された動画はジェネレイティブモデルズフォルダの中のアウトプットフォルダの中のデモフォルダの中の VID フォルダの中の使用したモデル名のフォルダの中のサンプルズフォルダに格納されています。無駄にフォルダが多いですね。そうですね。 MP4 動画とフレーム画像のグリッドが入っていますね。では現実的な設定に変えていきましょう。画像サイズを 384×576 に変更しましょう。ステップ数を30から25に減らしてシード値も変えてみましょう。その他は変えずに動画を生成していきますね。生成。これはメモリが 12GB くらいで進んでいますね。そうですね。今は動画を撮りながらですから本来はもっと少ないかもしれません。なんか画像の生成の最終段階だけ一気に 24GB 使いましたね。そうですね。ここがきついかもしれないですね。生成時間は30秒弱でしたね。それほど長くないですね。画像を見てみましょう。うわー、羽が取れちゃいましたね。大丈夫でしょうか。いろいろな設定を触っていて一つ気がついたことは、このデコード T フレームから始まる項目がデフォルトでは14になっているのですが、1にすれば最後の VRAM 消費の増加がないようです。次は1にして画像を生成してみましょう。生成。最初の方は先ほどと同じですね。最後は VRAM の消費が上昇せずにむしろ低下しましたね。検証ではこの数値が2ぐらいまでは上昇しませんでした。私の見たところによるとこの数値による画像の変化はないようでした。出来上がった画像はさっきと全く同じですね。そうですね。もう少しサイズを大きくしても良さそうですね。 448×704 にしてみましょう。とても大事なことですが、この縦と横の長さはどちらも64の倍数である必要があるようです。違うとエラーになりますよ。では生成。このあたりのサイズまでは 12GB の VRAM で十分いけそうですね。画像を見てみましょう。おお、今度は画面のローテーションですね。いろいろなパターンがあって面白いですね。画像に関してはステーブルディフュージョンなどでアップスケールが必要かもしれませんね。次は50フレームに伸ばしてみましょう。 6fps から 8fps に変更してみます。フレーム数を増やすと消費するメモリーはやっぱり大きいですね。動画はどうでしょうか。途中までは良いですが最後は迷走気味ですね。やはり今は25フレームまでの生成が良いようですね。長い動画は難しそうですね。あとはいろいろ設定を触ってみてどのように変化するかを見てみましたが、規則性はよく分かりませんでしたね。設定を変えると動画が変化するものやあまり変わらないものがありました。このアニメーションは面白いですね。羽がどっかに飛んでっちゃいましたね。借り物だったのでしょうか。あと一つ分かったのは、この NUMCOLS という数値はステーブルディフュージョンのバッチサイズと同じで、一度に何個の動画を作成するかというものでした。 VRAM の消費がとても大きくなります。5にして生成したら終わらなくなりましたね。ただしどうもアウトオブメモリーにはならず生成時間が伸びる設定のようですね。これは途中で中断しました。次に縦長の動画もできるか見てみましょう。生成。普通に生成が進みますね。動画がこちらです。あー、人物が苦手なのもあるかもしれませんが、あまり綺麗なアニメーションではないですね。もう一つ試してみます。あー、良くないですね。そうですね。横長の画像が得意でしょうか。先ほどのドラゴンの画像に戻してモデルによる違いを見てみましょう。まずは SVDXT で生成して、全く同じ条件で SVDXT イメージデコーダーで生成。私の見る限りは全く同じですね。どういう時に違いが現れるのでしょうか。
次は SVD モデルにします。こちらはフレーム数が自然に14になりましたね。では生成。デコーダーフレームタイムを小さくするのを忘れましたね。 VRAM 消費が多いですが動画が生成されました。短いアニメーションですね。デコーダーフレームタイムを2にしましょう。こちらは 8GB の消費ですか。もっとサイズアップできそうですね。先ほどの NUMCOLS ですが、私の環境では SVD モデルを使うときは13フレームの動画を2つ同時に生成することができました。しかし出来上がった動画も2つとも同じでしたね。意味ないですね。いろいろ設定がありますが、そのあたりの検証については今回はこのくらいにしておきたいと思います。まだ初期段階だと思いますので、今後の進展に注目ですね。 VRAM の消費もアニメーションの質もすぐに良くなりそうですね。そうですね。本日の動画はこのあたりで終わりにしたいと思います。ぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いします。お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。2人ある